好きなことを仕事にしようではなくて、今やってる仕事が好きになる。そんな究極の質問を紹介します。はい、こんにちは。ライフスキルティーチャーのミスター・オカチです。本音で生きるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介してます。はい、ということで、早速ですけど、あなたに質問です。あなたは仕事が好きですか 楽しいですか働きがいがありますかやりがいがありますかあっという間に仕事の時間が過ぎますかちなみに昔の僕は全部 NO でした仕事が楽しくない、好きじゃない、面白くない、働きがいがない、やりがいがない全然時間が過ぎへんだから毎日楽しくなかったんです ここ最近ではねやりたいことを仕事にしようとかね自分らしく生きようそういうメッセージが強くなってきてなんか自分もやりたいことを仕事にしないといけないんじゃないかとか好きなことをジョブにしないといけないんじゃないかっていうふうに焦ってる人が多いような気がしてるんですもちろんやりたいことがある人好きなことがある人はそれを仕事にしたらいいと思うんですけどそのやりたいことを見つけようってものすごく大変なんですそそししててやりたたいこととが見つかったとしてもそれをビ ビジネスにするっっていうのはもっと大変なんですとはいえねやりたいことはないかなーってこうそ自分のね外側ばっか見てたら自分の今やるべきこと与えられた仕事に集中できなくて結果が出せず上司に怒られたりその職場の中で居場所がなくなってストレス,ス,トレスになって苦しんでしまうそのようなこともあると思うんです。僕がそうでしたということで今日はやりたいことを見つけようではなくて。 今やってる仕事が好きになるそんなたった一つの質問を紹介したいと思いますこの質問っていうのは僕はこれまで1万人以上の方に生きる力を育む教育を提供してきたんですけどその経験の中でこの質問に答えてもらえたら仕事が好きになってやりがいが見つかるそんな質問がね キュ,ッとね、キュッとこう見つかったのでそれを紹介します。でこの質問に答えていただくことでやらなければならない仕事がやりたい仕事に変わって毎日が楽しくなりますので最後までご視聴いただけたら嬉しいです。 えー、このチャンネルではあなたがあなたらしく生きるそして自分らしく生きるための行動習慣考え方生き方を、えー、全力で紹介してます興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチって押してくださいあと SNS を毎日発信してますので概要欄からつながってくださいはいということで、えー、早速いきましょう今日は今やってるあなたのその仕事が大好きになるそのための質問この質問に答えてくださいいきますよ あなたのその仕事をやり続けたらあなたにとってそして社会にとってどんないいことがありますかこれですあなたのその仕事をやり続けた先にやってやってやってやり続けたその先にあなたはどんな喜びがあるそして社会はどんないいことがあるね？これです この質問です、究極のの質質問。もうこの質問こに答えていただいたらミッションが見つかります。ミッション、それはあなたがどうしても解決したい社会の課題です。このミッションが見つかれば人生が変わります。働くが変わります。仕事が変わります。<laughs> 僕がそうでした。 はいえー、僕がサラリーマン時代、えー、僕の昔の仕事は製薬会社の MR ということでうつ病の薬の情報提供を非専門の先生そして専門の先生にやっていたっていうことなんですねこのうつ病の薬使ったら、えー、眠気が取れますよとかこういうふうに使ってくださいねとかうつ病ってこういうふうに診断しますよっていうのをね情報提供をやっていたということなんですもともと会社に入った時はもちろんですよ社会の貢献する仕事なんだ人の命を救う仕事だっていう ふうにね、えー、ワクワクして仕事に臨んでたんですけど1年経って2年経って3年経てば。 営業マンですから毎日ノルマがやってくるんですよ。それをね、この薬を与えられた数字をやらなければならない、こう毎月ね、キャンペーンがあって、施策があって、何件入れないといけない、新規納入、そして既存の先でも1.5倍売り上げを上げないといけないと、そういうことをね、毎日ね上司に報告しないといけない、でノルマを達成せえんかったら、なんでやーって、なんであかんかったんや、明日はじゃあやるんか、やらんのか。 っていううにね、追い詰められるわけなんですよでそれをやらないと上司にも怒られるし居場所がなくなってもう苦しくなっていくんですよねだからそのノルマなの社会貢献っていうことじゃなくて今目先のノルマを達成するっていうことに追われていたそういうことをやってったらねやらなければならない仕事になってったんですよやりたい仕事がね辛くなってやっぱストレスが溜まってって、まあ、他の動画でも言ってるんですけど僕はうつ病になってしまったんですねもう力が入らなくなって眠れなくなってえー、っと本当に何も やる気が起きなくなったうつ病の薬を販売している MR がうつ病になってしまったっていう、まあ、本当にまあ笑えない話なんですけど本当に苦しくなってしまったんですよで、そこからね、まあいろんなことがあってまあ、これを他の動画見てほしいんですけどいろんなことがあって、まあ、決めたんですよねまあ、今自分がやりたいことを見つけるってのは無理だと無理だから今好きなことを見つけるのは無理だから5年後に 30までの5年後、この5年間、いろんなことをやって、やりたいことを好きなことを見つけて、30歳の時に決断しようって決めたんですよ。で、それまでは頑張ってこの会社で働くと、この会社で働いて、社会人としての能力を身につけ、そして、えー、っと社会人としての経験、そして実績を生み出し、そして、えー、っとお金を貯める。 この30まではこの会社で働くって決めたんですよ。で、決めたからにはね、なんでやらなあかんねんって思いながら仕事してたら辛いじゃないですか。苦しいじゃないですか。だから、この仕事の中で何か楽しいことはないか、何か喜びはないかっていうことを見つけるふうに発想を変えようとしたんですよ。で、その時にずっと問い続けてた質問がこれです。 はい、今のこの仕事をやってたらこの会社そしてこの社会にとってそして僕の人生にとってどんないいことがあるだろうっていうのを想像ししよよううっていう努力したんですよね、うん、例えば、あのー、僕はメインの活動は、えー、内科の先生 いわゆる精神科の疾患を主に見てない糖尿病とかね生活習慣とか見てる先生方にうつ病っていうふうなこういうふうに診断するんですよとうつ病のチェックテストをお渡ししてこのチェックテストを患者さんにやってくださいねとでこのチェックテストに引っかかった方はもしかしたらうつ病の可能性がありますので専門医にご紹介いただくかうつ病の薬を処方してくださいねとそのようなうつ病の診断と治療の啓蒙活動を結構やってたんですよ でその活動をやってたら先にどんないいことがあるんだろうってこう考えたんですねその先にどんないいことがあるだろうどんないいことがあるだろうって考えたら、ねえっとね、すっごいいいことが見つかったんですよねでやっぱりねうつ病の患者さんっていうのは一番最初にメンタルクリニックに行かないんですよ精神病院に行かないんですよまだまだ日本では敷居が高いしで精神症状精神的な心の症状よりも身体的な症状を がまず最初に出てくるんですようつ病の人っていうのはなんか体がだるいなーとかなんか眠いなーとか寝られへんなーとか頭が痛いなーとか肩こりやるなっていうそういうね なんか身体症状が先に出てくるからその身体症状を治すために普段行ってる内科の先生のとか行くんですよ確か7割近くがそうですようつ病の方が一番最初に行く病院はどこですかっていうアンケートを聞いたら一番最初は内科の先生だったんですよ普段行ってる病院に行くっていうのが一番多かっただからね普段行ってるかかりつけの先生その先生っていうのはいわゆる精神科領域に関してはそこまで知識は深くないんですよねだからそのそこでね最初に行ったそこの,せいあの内科の先生のところ でうつ病の患者さんが見逃されたですよ見逃されたらその方っていうのはなんかいろんな薬飲む,飲むじゃないですかその薬が効かないあダメなんだってなってますますうつ病が重症化していく重くなっていて会社に行,な行けなくなってやりたいことも楽しくなくなって死にたいって気持ちになってうつ病が重症化していくそしてその結果自殺するっていうことがあるんですよね。 で、やっぱこう日本日本って先進諸国の中,中でも自殺率がものすごい高いんですよ。やっぱその日本人の性格気質として真面目で。 完璧主義で責任感が強いいいいい一度引き受けけたらら断れななな絶対やらないといけないそういうような気質があるからやっぱうつ病にかかりやすいんですよねで実際そのうつ病にかかりやすくて重症化してしまって誰にも相談できずに自殺をしてしまうっていう方が多いんですよ年間3万人近くの方が自殺をしているとでその3万人近く自殺している人の背景にはうつ病があったんですよ自殺する方の9割以上が自殺あのうつ病 がえー、とあっとあったっていうようなデータもあって。 そう考えたんですようつ病っていうのを早い段階で見つけて早い段階で治療することができたら自殺をすることもなくうつ病が重症化することもなく仕事を辞めることもなく今までやってきたことを楽しめて家族で喜びを分かち合いながら自分らしく生きれるんじゃないかとだから僕がこうやって内科の先生にうつ病の啓蒙活動診断と治療の情報提供をしているっていうこの活動は 社会にとって自殺,を予防すること自殺者を減らすことにつながるんじゃないかそして人々が自分らしく生きる自分らしく生きる手助け支援になるんじゃないかそして僕自身もそうやって自分らしく生きる人のサポートをするっていう喜びにつながるんじゃないか。 っていう,ふうに想像でできたんですよね今やっている活動とそれがどうつながっていくのかっていうこのレールというか道が見えたんですよね。そうなるとですよ、今やっているこの仕事っていうのがやらなければならないこと、ノルマのため、数字のためにやることではなくて、 自殺を予防するため自分らしく生きる人を増やすための活動に変わったんですよそういう風な意識を持って働くことでやらなければならないことがやりたいことに変わってたんですよそうすればやりたいことをやってたらストレスないじゃないですか疲れないんですよねストレスもなくなって自分自身のうつ症状も楽になって毎日が楽しくなって自分の力を発揮できるようになったそうすることで結果も出せて周りからの評価も、えー、ぐんぐん上がっていってそして給料も上がったしそしてえっ、ー、と なんか働きやすすいい職場になってっ,たっててたう経験があるんですねだからですよこうやってミッションを見つけるってすっごい大事なんですよ仕事に今やってる仕事を何となくやるとかやらされてる、えー、やらされてるからやるとか与えられてるからやる給料のためにやるそれを超えてですよミッションのために働く社会のこういうふうに貢献するとか自分のこういう喜びにつながっていくっていうことがイメージできた瞬間に今やってる仕事が大好きになって楽しくなります。はい、だからですよ あなたも、もし、仕事が面白くないと思っているなら、この質問を問うてください。今ね、あなたが一番時間を使っていて、その中でも一番つまんないなと思っていること、あるでしょ、あるでしょ。一つか二つ。それ、それをやり続けた。先に、この社会にとって、そしてあなたの人生にとって、どんないいことがありますか？これをね、三回、五回ぐらい問うことがポイントです。 例えば、ね、僕内科の先生にうつ病の情報提供するそれをやり続けた先にどんないいことがありますかそれは早い段階でうつ病を,、えー、う,つ病をうつ病の患者さんを見逃さないっていういいことがありますじゃあそのうつ病の患者さんを見逃さないっていうことを続けたらどんないいことがありますか見逃さなかったら早い段階でうつ病を、えー、診断して治療できるからうつ病が重症化することはない。 じゃあうつ病が重症化することはなかったらどんないいことがありますかそうすると、えー、自殺する人も減るじゃあ自殺をする人が減ったらどんないいことがありますかす、ねえー、自殺する人が減ったらうつから解放されて毎日が楽しくなってやりたいことをできるで好きなことを存分に楽しめる仕事にも行けてお孫さんとの散歩も楽しめて奥さんとのデートも喜びにあふれて、えー、デートができるみたいな感じで毎日が楽しくなる。 うつからら解放されて自分らしく生きることができるというようにこの質問をね3個ずつねこう問うていくと5個でもいいですよ。より深いミッション深い自分が求めている願望に気づくことができるので是非この質問を問うてみてください。はい、ということで今日は「好きを仕事に」ではなくて「仕事を好きに」そのテーマでこの質問に答えようということをお送りしました。 ね、えー、っとこの質問に答えていくことでミッションが見つかり今やってる仕事が大好きになります。 はいえー、今回の動画少しでも勉強になったためになったおかっち頑張れそしてマックスくん日も良かったよという方は、えー、高評価ボタンを押してくれたら本当に嬉しいですあとコメントも毎日見てます、えー、なんか疑問点とか感想とかなんかおかっちファイトっていう一言でもいいのでどんなことでもいいのでコメント一言いただけたら嬉しいです、えー、このチャンネルでは今回のようにあなたがあなたらしく生きるそしてあなたの力が100%発揮できる そのようなための考え方、生き方、行動習慣を全力で紹介しています。えー、興味を持たれた方はチャンネル登録ボタンをポチッと押していただけたら最新動画を見逃さないのでよろしくお願いします。で、チャンネル登録ボタンの横にある鈴のマーク、鈴のマークをポチッと押していただいたら、えー、動画が投稿されたら皆さんに案内がいきますのでそちらの鈴のマークもチャリンって押していただけたら嬉しいです。はい エンドそれではワンダフルな一日をお過ごしください。